はい、明けましておめでとうございます。本年もね、どうぞこのキックのゲームチャンネルをよろしくお願いいたします。さて本日はね、ノンアルコールビールをいただいております。いや、正月ぐらいはね、ちょっと日本酒でも一杯やりながらね、実況を撮りたいところですけど、あいにくね、切らしていたんで、ノンアルコールビールです。いや、正月1回目からね、何やろうかなと思ったんですけど、チャンピオンジョッキーのね、外資専門賞挑戦ですか、あれやろうかなと思ってたんですけど、最初やっぱりのんびりやりたいんでね、はい、ミニファミコやろうかなと。まあ年末はね、ダビスタの98の実況をね、エンディング迎えることができて、いいね、年の越え方をしましたよね、はい。さて、今日はね、のんびりとミニファミコンやっていきたいと思います。ミニファミコンね、おととしでしたっけ、発売されたのは。ね、去年でしたか、ミニスーパーファミコンが発売されたのはね。あれもね、どうしようかなと思ってたんですけど、結局買わなかったですね。まあ、それで僕が楽しみにしてるのはね、今年発売されるのでしょうか。やっぱりミニメガドライブですよね。もう僕はすごい楽しみにしますね。はい。ミニプレイステーションはね、どうもね、やっぱプレステって言ったら僕はもうレトロゲームという感じがあまりしないんですよね。まあレトロゲームだけどね。十分。レトロなんだけど、正直プレステ時代のポリゴンっていうのはね、個人的に思い出がないことはないんだけどね、やっぱりこういうファミコンとかね、スーパーファミコンの 2D ゲームの方がね、思い出ありますね、はい。メガドライバーね、だから僕はすごい楽しみにしております、はい。さて、ね、去年ね、年末だったっけ、あれ。ね、任天堂のゲームがね、実況してもいいですよというね、ガイドラインに沿った形ならね、実況してもいいですよと、収益化も可能ですよっていうね、話がありましたよね。ゴルフやりましょうか、正月らしく。マリオオープンゴルフ。もうじじくさくてね、ごめんなさいね。任天堂いいわ。今年はスイッチは新型が出るんですかね。これ噂だからあまり言ったらいけないのかな。ねえ。まあ、ずっとね、スイッチ、ニンテンドスイッチの新型の噂ありますけど、ああいうのはやっぱりね、年末とかね、クリスマスとか重要ですからね、売らないといけないからね。だから、ね、企業としては内緒にしておかないといけないと思うんですけど、なんかどっかで漏れてるっていう可能性もあるのかな。ねえ、ちょっとわかりませんね、そればっかりは。これは何始めたらいいのかな？ストロークプレイでいいのかな？行きましょう。ワンプレイヤー。僕はゴルフゲームは昔から好きでしたね。ゴルフはだから、ね、ファミコンのゴルフは持ってましたね。もう結構やり込んでましたよ。親父がやっぱりね、ゴルフ好きなんで。それでゴルフのファミコンカセット買ったんでしょうね。このゲームは僕はやった記憶はないですね。打ちましょうか。これまっすぐやね。なんか正月っぽいね、BGM じゃないですか。なんとなく。あ、ちょっと、フックがかかるよ、これ。1段目からバンカー。これすごいグラフィック綺麗ですね。これひょっとしたらディスクシステムのゲームですか？スイング、スローにしましょう。ちょっと最初は優しくね。サンドウェッジ。あ、これね、下も打てるんだ。ね。すごいリアルだね。僕はそんなリアルでゴルフっていうのは、打ちっぱなし行ったぐらいで、まともにやった記憶ありませんね。おいおい。バンカーからバンカーみたいな。ねえ。飛ばねえのかよ。真ん中でいいね。昔はね、お正月にね、
ビッグスリーって言って、ビッグスリーって言ったら誰だと思います？明石家さんま、ビートたけし、タモリさんね。この3人がね、ゴルフやってたんですよ、正月に。今でもやってますからね。まあ、それでね、日本語禁止、日本語禁止じゃないね。日本語禁止になったらダメだから、英語禁止ホールとかね、やってましたよね。懐かしいな。今でもやってるんですかね。うん、6番アイアンね、はい。正月からね、下の周りが悪いです。よし。ナイスショー。これ乗ったでしょ。ね。あーでも目がすごいね、これね。はい。ピーチ姫がおるかな。ね。あれキャディ、あ、ちょっと押してないよ。押してないよ。ちょっと、なんだ今の。うん、これまっすぐで強めに打てば入りますよね。よし。ダブルボギーか。あ、このゲーム結構面白いな。これ当時僕がやってた、ハマってただろうね。バーディーラッシュも面白かったけど、これも面白いね。まあ、というわけで、他のゲームやろうか。僕の魔界村のプレイとか見たいですか？魔界村ね、僕がクリアしたことがあるって言ったら、嘘でしょうという人ばっかりなんでね、ちょっと、ね、ちょっと正月もね、コメントをくれた方とね、なんか喧嘩することになって、ちょっとブロックしてしまったんですよね。結構、コメントやり取りしてた方なんですけど、あれ、ね、ね、またコメントくださいね、なんか。よろしかったらね、また、コメントください。もう怒ってないので、はい。はい。よく嘘だろうって言われるんですよね、なんかね。魔界村ね。クリアしたことあるんですよ、僕は。だからこれ、ね、カプコンのね、カプコレっていう PSP でね、クリアしたと思うんですよ。もちろんコンティニューを繰り返してね、クリアしたんで。それで、おそらくカプコレね、アーケード版だと思うんですよ。ファミコン版じゃないと思うんでね。おそらくね、この魔界村、アーケード版の方が簡単だと思うんですよ。はい。まあ、それで、ファミコン版はね、そんな、やり込んでるんだけど、クリアしたことはないと思いますね。ちょっとやってみましょうよ。松明は取りませんよ。まあでもこれしっかりやり込んでもね、おそらくね、これね、裏技があるんですよね。レッドアリーマを消す裏技ね。あ、ちょっと無理だった。マジかよ。マジかよ。マジかよ。よし。ここら辺なんか鎧あるでしょ。ここじゃなかったっけ？なんかあると思ったんですけど。ありませんでしたっけ？ないねちょっと、なんでそんなとこで死ぬんだ。久々やな、この、池に落ちたのは池かどうかわからないけどさ。この、川に落ちて死んだのすごい久々だと思う。小学生以来じゃない？小学生以来にあそこの川に落ちたかもしれないね。一面はね、やっぱり何度もやってるんで、一面は、ね、すごいやってますね、この面はね。やばい。これ僕がクリアまでプレイするってことになったら皆さん見ますか？見ないでしょ。僕はやっぱり競馬ゲーム専門なので、こういうのをクリア目指してやりたいんだけどね、実況で。見てくれる方がね、おそらく少ないので、やりません。はい。これ、裏技あるんですよ。ちょっと、なんか、
ならないな、ちょっと。もうちょっとね。あ、これでね、裏は消えるんですよ、レッドアリーナ。実は。いなくなってるでしょ、これ。裏技があるんですよね、これ。当時だから、小学生の頃はね、レッドアリーマー苦手だったんで、この裏技使ってましたね。あ、鎧来たね。あぶね。ここで鎧ですか。ねえ。あ、これ取ったらあかんやつやな。ねえ。魔界村は普通に今でも遊べますね、このゲームね。うん。僕大好きなんですよ、魔界村シリーズ。あの PSP の極魔界村、極かなで、極、極。あれもクリアしてますからね、僕ね。進めないかな。危ない。ああ、ちょっとやられた。まずいな、これ。危ない。あぶね。あぶね。一面クリア、やれました。やれました。普通に言ったらね、二面の大男でやられるんですよね、毎回ね。どうもあそこが苦手でね、小学校の時もあそこでよく死んでましたね。ここら辺はちょっとパターン覚えてるんだよね。ここもね、意外と難しいんですよ。初見の方はね。こっからなんですよ、実は。こっからは難しいんですよね。アーケード版だったらね、これ、探検にしたら3連射できるんですよ、1画面で。ところがファミコン版はね、能力が足りないので、2連射しかできないっていう話をね、聞きましたね。だから、ここはね、大男のところははっきり言って、ファミコン版のがね、難易度難しいんですよ。よし。これカラスが鬱陶しいね、カラスがね。ちょっと見てなかった。あ、倒しました。ちょっとよそ見してたんで。ここいないのかな？ちょっとわからないな。無理だよ。あんなカラスが来たらさ、無理だよな。まあこれね、ファミコン版の魔界村もコンティニューの裏コマンドがあるんですけど、覚えてねえな。なんでしたっけ？左押しながら B3 回。そんなんじゃないですよね。なんでしたっけ？覚えてねえな。左押しながらスタートは。なんでここ当たるんだろうな。正月はね、昨日はね、甥っ子が来てましたね。久々に甥っ子に会ったんですけど、やっぱり、たくましくなってましたね。まあ、甥っ子もね、結構野球の強い、まあ、公立ですけど、野球の強いところで、監督がね、元プロ野球の選手なんですよ。だからね、練習とか内容聞いたらね、やっぱ面白い練習してますね。長距離ね、ほとんどやらないみたいですね、長距離走ね。なんか、ダッシュとか筋トレ中心だっていう話を聞いてました。はい。面白いね、練習方法聞いたら。強くなるんじゃないか。僕が聞いた感じ、なんか、やっぱり、監督もね、キャラ演じてるんじゃないかなっていう感じがしましたね。いいんじゃないですかね。僕はだから、甥っ子の姿見て、ああ、この子が入って正解だったなと僕は思いましたね。楽しくないとは言ってましたけどね。やっぱり、先輩ら優しいって言ってたしね。先輩らが怖いよりね、監督とかのが怖い方がいいと思うんですよね。あれ、これどうやって戻るんです？あ、そうか。リセットボタンか。任天堂のゲームってね、忍者竜拳伝とかもやってますからね。まさか FF3 やるわけにはいかないんでね。星のカービィって僕はやったことないですね、これ。一度も、これやり方わかんねえんだよな、これ。カービィってやったことないからわからないんですよ。
これがなんか能力をコピーしてね、使える能力が増えていくらしいんですけど、やり方わかんない。何これ、なんか吸い込むんだ。吸い込んで、こんなんで、ちょっと全然わかんねえ。吸い込むんだろうな、おそらく。吸い込んでから、ちょっとわかりませんね。ちょっと上に上がってなんか空気砲みたいに出せるんだ。やっぱ吸い込めるね。よし。すごい。面白いね、これね。初めてやったかもしれない、カービィって。すごい。操作性いいね。よし。これはね、操作して楽しいゲームだわ。やべ。一発でやられんの、これ。そんなことないんだ。よし。これ怖いね。飛べるんだね、そういえばね。飛べるから心配ねえんだ。ちょっと当たんねえよ。吸い込め、吸い込め。よし。よし。上がれ、上がれ、上がれ、上がれよ、上がれよ。上がれねえのかよ、なんで？どうすんの、これ。どうすんの、これ。上がれないじゃん。上がれるわ。当たんねえ。かわされた。なにこれ。プッシュ A。 レベル1、ベジタブルバレー。こんなファミコンのゲームでこんな英語使うんや、子供のゲームなのにね。俺が小学生の頃だったらこんなの読めないよね。浜口でさんも読めないよ、今の英語。浜口へのネタ、わかる人いるかな。浜口、良い子の浜口さんね。自分の名前をね、英語のテストでなんか、ローマ字で書くじゃないですか。その時ね、ローマ字がわからなくて、自分の名前も浜口へって書いたっていう逸話がありますよね。逸話じゃねえな、あれ。なんかありましたよね。なんか、モームスとか昔ね、なんか、ナイティナインの番組で、学力テストやってね、面白いのありましたよね、答えで。その時やったんかな、浜口ってね。おいっ子も勉強はもう今は全然あかんらしいですね。もうやる時間ないって言ってましたね、勉強はね。でも学生時代はやっぱり運動、勉強だけよりやっぱ運動もやった方がいいな。思うわ。追い込みてたら思うわ。なんだこれ。あれ吸い込めないの？なんで吸い込めないの？これ踏むのかな？ちょっと待てよこれ。どうやって踏むの？ちょっとわかんねえやり方。ちょっと、このボスめちゃくちゃ強いけど、吸い込めないの？なんか武器を吸い込むのか。ねえ、それでこうか。よし。あと1しかね。倒した。ボタン操作がね、まだわかりません。危ない。やられた。やられた。カービィ面白い。カービィって意外とじゃない、名作だからね、このゲームね。はい。面白いわ。次倒せるでしょ、これね。はい。倒せますよ。もうやり方分かったんで、ね、倒せます。あれ、なんで吸い込まないの？
よし。エネミーってちゃんと出てるね、あれね。はい。よし、倒した。まだか。あ、これボスじゃないの？ごめんなさい、ちょっと楽しんで。普通に楽しんでますね。いや、これ面白いわ。これ、人気出るの分かるな。初めてやったけどね、カービィって。あ、これは面白いわ。ああ。なるほど。2019年の正月にカービィの面白さに初めて気づいたね。すごいわ、このゲーム。桜井さんが作ったゲームでしたっけね、カービィって。ねえ、スマブラ作った。桜井さんの本はね、僕は、単行本あるじゃないですか。ファミ通でね、コラムやってるんですけど、単行本が出てるんですよね。コラムをまとめたね。その単行本はね、僕買ったことありますよ。うん。面白いよね。なんかね、アメリカでね、FPS ですか、戦争ゲームね、上手い人に赤髪が配られてるっていう話をそこで知りましたね。戦争ゲーム上手い人はね、軍隊にスカウトされるらしいですよ、今の時代。今の時代、ゲームが上手い人がね、実際、戦争でもね、役立つらしいので。そういう時代なんですよね。だから、戦闘機でも、これから乗るんじゃなくてさ、乗らないでいいんだよね。コントロールするのは、もうそれも古いのかな、ね、これからの時代。AI がやったりするのかな。もう怖いよな、だからそういう時代になったら。AI が戦争するような時代になるのかな、ね。今でも、戦闘機なんて、なんかラジコンみたいにコントロールするんですよ。ゲームみたいに。だからね、FPS でもね、ゲームの上手い人をね、スカウトするらしいですよ。米軍は。うん、これ面白いな、これな。これ面白いよ、ちょっと。あ、飛べない。あ、食べてたら飛べないんだ。ね。あ、これはね、よくできたゲームですね。はい。ね、これはファミコンですよね。ね、スーパーファミコンじゃないよね。そんな早くからカービィってあったんだ。僕はこれ初めてやりましたね。あ、当たったね。これ、こんな楽しんでたらいけないんで。ちょっと、ね、一旦やめてね。これセーブしとこうかな。中断ポイントね、入れときましょう。これ初めてやったかもしれない、本当に。うん。メトロイドあたりもね、ディスクシステムでね、人気の作品ですよね。これスイッチで新作出たらやりたいなと思ってるんですけど、あまり記憶残ってないんだけどね、メトロイドおそらくやってると思うんですよね。ただ、記憶にはそんな残ってませんね。ちょっと一旦切りますね、これ。たまに録画失敗してるんでね、はい。メトロイド、オモロイド。あ、これ少しやってるんやね。でも最初からやりたいよ。名前取るか。ね。僕のね、別名は、黒ですからね。黒。これはサートでいいの？ちょっと待ってくださいね。全然操作方法わかんないんだけど。黒で、登録ある。よし。あ、セレクトボタンをね、駆使しないといけないと。はい。お待ちください。ディスクシステムだったら何が面白かったかなぁ。あんま覚えてないんだけどね。ザナックとかよくやってたんだけど、ザナックはね、Wii のね、バーチャルコンソールで購入して、まあ、実況動画も上げてるんですね。あれひどかったね、なんかね。
連射しないといけないところなんか押しっぱなしでやっててね、すごい下手くそなプレイを実況上げてるんですよ。あれはもうちょっと消したいぐらいやね。やっぱこういう世界観っていいよね。なんかディスクシステムっぽくてね。これどこ行くのかな。あ、光の玉。能力をどんどんアップさせていくんですよね。はい。何ができんの？丸まんのか。ね。丸々能力。ちょっとよくわかんないんだけど。このゲームやっぱり面白いよね。メトロイドバニアって言ってね、今でも流行ってますけどね、インディーズタイトルなんかメトロイドバニアのゲーム多いじゃないですか。面白いよね、こういう探索していくゲームね。こういうのは僕はもう大好きですね。今でもね、こっそり、その、ね、実況とかしないですけど、個人的に楽しんでますね。僕はインディーズゲーム大好きで、ね、今年のブログのね、見てくださってる方いるか知りませんけど、マイベストゲーム2018ですか。インディーズゲームの中から選択しました。はい。ソルト&サンクチュアリ。まあ、2018年のゲームではないんですけどね。2018年にクリアしたゲームなので、ね、選んだんですけど。僕はこの手のゲームは大好きですね。難しいね、これ。ちょっと、全然ゲーム内容とか覚えてないんで、操作方法が分かってない。コンティニューとかで、どこまでコンティニューしてるの、これは。光の玉取ってますね、はい。これ、玉に当たったらいけないタイプ。あかんタイプ。そんなことないか。ちょっと操作方法を覚えないといけませんね。ちょっとなんだよこれ。あ、これエネルギーだ。ね。取らないといけないです。ちょっと、下押してね、撃ちたい。下押して撃つのはどうしたらいいのこれ。ジャンプで避けるしかないの。転がっていったら倒せる。あ、やられた。全然理解しないね、これね。え、あれはどうやって倒すの？下の敵は。ジャンプして避けるしかないんですかね。わかんねえな。どうやって下の敵を倒すんだろう、ちょっとわかんねえな。ちょっと全然こいつの倒し方わかんねえ。と、避けるしかないよね。このね、コウモリが意外と強いですね。これが避けらんの？パターン読めねえ。これどうやって倒すんやろ？ちょっといや、わかんねえな、これ。下の敵がね、倒し方がわかんないんですよね。どうやって倒すのかな？もうちょっとやり方わからないので操作方法わからない。他のやりましょう。アイスクライマー実況を上げてませんよね。これは僕は小学時代よくやってましたね。これ懐かしいな。ザ・ニンテンドーみたいなゲームですよね、これね。これはすごいね、これやってたらやっぱり小学校時代思い出しますね。こんな操作性良かったっけ、このゲーム。こんな操作性良かったでしたっけ。もうちょっと独特の操作感があったと思うんだけど。これね、なかなか上の階行けないんだよね、これね。よし。
ボーナスステージ。ボーナスだけになすね。はい。最後なんかプテラノドンみたいな恐竜にね、捕まらないといけないんですよね。タイムがあって。これ早いとこ上がっていかないといけないね。これ焦るんだよね、それでね。なかなか。よし。よし。オッケー。懐かしい。一面クリア。やりました。これ二人用でやったら面白いんですよね。俺も昨日ちょっとゲームやってましたね。もうね、高校生なんで、ね、こういうゲームというよりかはね、任天堂の、まあ、スイッチもやってたんだけど。俺のスイッチやってましたけどね、モンハンやってましたよ、モンハンクロスか。ね。体験版ね。だけど、僕はPC でね、フォールアウト4をやらせていました。ビビってましたね。昔から怖がりだから。ね、ゴキブリみたいな敵にビビってましたね。なんか素手で倒してましたけど。人参やね、今回はね。あ、ちょっとマジかよ、マジかよ、参ったな。今年はね、どういう一年になりますかね。ちょっと待って、落ちちゃった。ね、ブログの方にね、今年の目標は、レトロフリークにね、レトロゲームを300本インストールすることっていうね、宣言したんですけど、まあ、あれは、まあ、半ば、ね、ジョークですよ。はい。でも、そういう緩い目標でもいいんじゃないかなっていう、まあ、それじゃダメなのかもしれないけどね。もうこの年になってね、性格変えようとか思いませんからね。まあでも、成長しないといけないんでしょうね。人間っていうのはやっぱり死ぬまで勉強ですよ。成長しないと、ね。マー君が言ってましたね、コマーシャルで。好きな言葉は気持ちいい。嫌いな言葉は負けって言ってましたね。ねえ。やっぱりね、勝負の世界。人と比べることはね、良くないって言われますけどね。昨今の時代。やっぱりスポーツっていうのは、ね、勝負だしね。勝たないといけない。人に勝たないといけないんですよ。負けず嫌いの人がね、勝負して勝ち上がっていく勝負の世界がやっぱりスポーツの世界ですからね。資本主義社会はやっぱり競争下回ってねえな。資本主義社会って言ったら競争社会だからね。人と比べることがいけないなんていうのはやっぱり教え方としてどうなのかなっていうのはありますよね。やっぱり競争社会だから人との勝負に勝たないといけないわけでね。なんか漫画のセリフでありましたけど、ね、誰かの味方になることはね、誰かの味方にならないことなんだよっていう話をね、なんかどっかで聞いたんでね、本当そうですよね。みんな仲良しではね、なかなかね、今の社会ね、行きませんよね、まくね。ここ難しいね。いや、難しいわ。やっぱりアイスクライマーはね、二人プレイやな。一人やったら、どれぐらいまで先あるのかな。二人やる方がね、案外難しかったりするんですよね、このゲームね。協力プレイのが案外難しかったりするんで。喧嘩になりますからね。ここ難しいね。やっぱりやられるよね。やられると思った、今。あぶね。おお。
いや、ファミコンも教えば。だから僕は本当ミニメガドラがすごい楽しみやね。メガドライブはね、持ってたんですけど、高校時代にね、当時小学生だったいとこにね、あげたんですよね。僕はメガドライブやりたかったんだけど、ね、いとこが欲しいって言ってるのをね、なんか電話で聞いて、まあ僕もね、高校時代野球部ですから、まあ、仕方ねえなと思って、譲ったんですけどね。そのメガドライブが今ね、僕の家にあるんですけど、うん。なんかメガドライブ自体はそんなにカセットは知りませんね。うん。だから、ね、どうなんだろうね。懐かしいという思うゲームはそんなないのかな。うん。これ難しいね、本当に。オーナーステージ。ちょっと待って。いけるかなこれ。あー無理や、難しいわ。届かねえよな、届かねえよな、届かねえよな。ダメだこれ、難しい。他のゲームやろうか、面白いわこれ。セーブ。リンクの冒険あたりもね、プレイしたんですけど、どうかな。あ、ゼルデンあたりもね、ゼルデンはなんかやってたんだよね。3DS の方で、バーチャルコンソールで買ってね、結構先まで進めたんですけど、クリアしてねえな。うん、あとは、グラディウスもね、下手くそって言われてしまうんですよね。これ僕はシューティングね、グラディウス2とかね、中学時代クリアしてるんですよ。まあ、これ言ったらまた嘘だろうって言われるんでね、はい。どうかなと思うんですけど。ねえ。最初はやっぱスピード取らないといけないんだけど、忘れてるからね。うん。ちょっとね、指がつってきました。指がつるんで、これコントローラー小さいからね、ミニファミコン。なかなかね、大人には合いません、このコントローラーは。ちょっと指がね、指のせいなんですよ、これ。あー、危ね。あ、もうちょっと、苦しい、これは。これね、間通ったら、ね、ボーナスありますよね、はい。ボーナスなかった、今。あのね。できねえんだよな、これな。まあ、当時と比較してね、目も悪くなってるし、僕は大人になってからですからね、メガネしたのは。目も悪くなってるし、動体視力がね、悪くなりましたね。はい。それで反射神経も鈍ってるしね。うん。やっぱりね、やっぱりコントローラー小さいわ、これ。コントローラーが小さくて、指がつるんだよね。うん。あ、スピードアップじゃねえよ。スピードアップなんかしても意味ねえよ。まずミサイル取りたいですね。ミサイルね。はい。ちょっと、スピードは、ちょっとこれだったら無理なんですよ。これ、避けられねえよな。どうかして避けられねえかな。無理だよ。無理ですよね。まずだからミサイルはね、つけないと、一面的、ね、ボスはクリアできないので、ミサイルをつけましょう。はい。これでいけるでしょ、うん、スピードアップ。ここでワンナップ。なかったっけ、ワンナップ。指がね、痛いです。指が痛いです。連射ね、連射ね。ちょっと指が痛いです。
指が痛いです。ちょっともうね、限界です、指が。指が限界です。早く終わってください。よし。って。まあ、これもね、当たらないところがあるのでね。はい。これでいいんだ。よし。当たんねえな。なかなか当たんねえな。当たんねえな。全然当たらん。え。連射しておいた方がいいのか。全然当たらないね。これ自爆だね。ちょっと集中していきましょう。はい。ちょっと指がね、はい。あ、取れねえ。ちょっと、よし。オプション。これだったら違いますよ。オプション取ったらね、はい。あぶね。あ、ちょっと取れねえな。ちょっとビビりながらのプレイになっておりますね。はい。あ、ちょっと当たる。もう、ちょっと指がね。今度はどうでした？左押しながら B3 回。違うかな。違うな。全然違いますね。うん、他のやりましょう。はい。バルファイトをやりましたけどね。バルファイトはね、亡くなったね、元社長の岩田さんがね、作ったゲームですけどね。これも、ね、2プレイ対戦が面白いんですよね。はい。懐かしいね。これもね、やっぱり覚えてますね。うん、指がね、覚えてます。うん、覚えてるな。あら、やめた。あ、やれる。ちょっともうね、ミニファミコンは限界ですから、指の方がね、つってきました。危ない。よし。ちょっとこれ回復、ちょっと何やって、今のうち蹴れよ。蹴れよ。よし。蹴れ。よし。この前とは一気に行くんですよね。これいけねえんだよな。ちょっと。食われてもたかな。ちょっとうまいこといかないな。当時はだから連射するゲームがね、多かったですからね。あ、やれたね。うん、ダメだ。ドクターマリオとか僕はやってませんね。クニオくんはね、ドッジボールをね、よくやりましたね。相撲ですよ。時代は相撲ですよ。横綱だったんでしたっけ？名前出てこねえな。ごめんなさいね。まあ、あの子もね、近所の子なの。近所の子ってこともないんだけどね。名前が出てこねえな。ね。
頑張ってほしいなっていうね。はい。名前は、国会って4つじゃ作れんのこれ。黒はないの黒。黒ないなんてありえないでしょう。ねえ。え、黒ないのかな？あるね。海もあるよね。ありますね。はい。至高の国会。あの少ない文字でね、あの国会というね、四股名を作れるっていうのが、ね、いいですね、はい。これ連射ゲーでしたっけ？これ面白かったよね、うん。これはね、あの、突っ張り大相撲面白かったですよ。うん。これなんか、投げ技とかあんのかな？わかんないんだけど。まあ、適当にボタンを押しておけばね、遊べるってやつでしょうね、はい。投げた。よし。国会なのに肌が白いね。いや、ちょっと肌も選びたいな。こんな感じがいいよね。まあ、一見白そうに見せて黒いところが国会のね、あの国会たるゆえんというかね。強いな、国会な。押し出し。ちゃんこ鍋食べたいな。まあ、連射で、連射でね。これ B でもいい。A、A、B。B が投げか。投げやろね、これね。投げ！よし！ああ、ちょっと、マジかよ。B 投げ、ああ、やれた、負けた、初めて負けた。バカモン、稽古が足りないぞ。これスタートしたらね、掃除してるね。B、なんかボタンがよくわかんねえけどな。よし。腕っぷしが上がりました。ごったんです。これ1月場所5日目。前頭なんだ。もうあれなんだね。なんて言うんだ、そういうの。前頭ってことはもう十両は卒業してるっていうやつだよね。よし。強いね。優勝の可能性あるんじゃないですか。ねえ。まだ1敗しかしてないので。4勝1敗。ねえ、どんどんこれから強い相手がね、出てくるんじゃないですかね。この1敗をね、保ちたい。国会。肌は白い国会。心は白いのか黒いのか、わかりません。張り手や、すげえなこいつ。純粋そうな顔をしてね、ニコニコ笑ってますけど、その裏にはね、暗黒の国会が広がる、ね、しょうもないこと言ってごめんなさいね、正月から。捕まるかまれ、ちょっと投げろ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 、まあ、最後の逆転がある。最後の逆転、投げろ。よし。よれ、よれ。よれ、押せ、押せ、押せ。よれ、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 よれ。まだチャンスある、チャンスある。よし、勝てる。勝てる、勝てる。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。勝てるよ、お前。よし。よし、よれ。強いな、こいつ。体力ない、体力、相手は体力ない。体力ない。いける、いけるはず。いける、よし、勝った。疲れるな、これ。まさしく相撲やな。このゲーム体力使うわ。腕っぷしさん。国会強いね。大福。前頭5枚目ね。相手なかなか強いですよ。5枚目ですからね。
よし。この突っ張りがね、ポイントですよ。突っ張り。突っ張り B ボタンね。ちょっと、よし。なんだあいつ。おお、強い。あ、やっぱり強いわ。まあ最初から優勝はできないよね、まさかね。成長要素があるからね、このゲーム。前頭7枚目。4勝4敗なら何とかなるでしょう。まあ、2敗だったらね、チャンスありますよね。あ、ちょっと空振り。やっぱ突っ張り決めたいな、最初。押せ。ちょっと、やばい。よし。切り替える。やべ。東大寺。東大の子供には負けるわけにはいかねえな。ガリ弁には負けるわけにはいかねえよ。押せ。よれ。体力はこっちの方が上だ。勝てる。東大寺に負けるわけにはいかねえ。勉強では負けても、スポーツでは負けるわけにはいかねえ。よし。ごめんなさいね。あ、ごめんなさい。今ね、エラーが出てね、ハードディスクがね、パンパンらしいです。もうそろそろね、お開きにしないといけません。はい。ね、ちょっと楽しんでたんですけど。でも、撮れてたみたいなんでね、よかった。さて、緑野郎。カメレオン野郎には負けるわけにはいかない。カメレオン野郎には負けるわけにはいかねえよ。よし。さて、12日目ね、8勝3敗。かなりの好成績ですね、これね、1場所目からね。強いなぁ。あー、ちょっと張り手できねえんだ。よし。張り手が結構ね、ポイントですよ、これ。叩き込みやりやがったな、あいつ。成功やつだな、これ。ちょっとさ、張り手がね、ポイントですよ、これ。離れたのに、ちょっと張り手、あ、やられた。逆にやられた。強えな。百姓山。前頭8枚目、四万歩。これ。違うかな。よし。いけ。押せ。押せ。押せる。おお、逆転かよ。なんだお前。よし。切り替えて。よし。いける。押せ。押せ。ちょっとなんだよお前。よし。なんだよ。押せ。ちょっとやばい。体力がない。いける。逆転できる。逆転や。よし。ダメだ。苦しい。やられた。すごい投げ。上手投げ。まあでも、8勝ってことは、もう勝ち越し決まってますよね。はい。ああ、強いね。やっぱり当たりが。よし。チャンスある。よれ。押せ。体力は十分にある。投げろ。よし。投げてもダメか。もう一回投げろ。なんでお前。やばい。いけ。よし。10勝したいね。10勝。あと1戦ですよね。最後はなんか、大関あたりとやりたいな。黒光りか。
あ、大関とかやらないんだ。9勝5敗。千秋楽ですね。はい。まあ、10勝したらね、もう大したもんですよ。はい。チャンスあるね、これね。ちょっと空振ってるね。空振ってる。やばい。やばいやばい。ちょっとこれはね、まずい。まずい相撲になった。ちょっとまずいね、これ。投げろ投げろ。あ、やれた。まあでも、ね。いいじゃないですか。9勝6敗だったら、ね、上出来ですよ。1月場所、前頭13。あるでしょうね、これね。前頭11になりました。はい。すごいテレビやね、これ昔の、ピンクの。というわけで、やめようか。楽しかった。楽しいわ。やっぱファミコン楽しいわ。これなんかあるねんな。ちょっと待ってください。登録しましょうね。はい。よし。というわけでね、お正月ね、皆さんゆっくりと過ごされてる方もね、もう仕事行ってる方もおられるんでしょうね。はい。甥っ子もね、今日から練習だそうで。はい。ね。今年ね、皆さん頑張りましょうね。はい。いい年にしましょう。それでは今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。